つまりね、なんつうの、例えば僕のレジュメありますね。例えば1級でも2級でも3級でもレジュメがあると。で、レジュメが基本形なんですよ。レジュメがまず基本形ね。で、この基本形から、まあ、いろんな発展バージョンがこうやって出るわけだけど、発展バージョンが出るわけ。で、例えば今日の包括履歴だったらね、まずレジュメがあった。ただこれにはその他床証形とか載ってねえと。クリドウェイチトに載ってねえと。だから基本形からちょっと外れて。じゃあその他有価証券、評価差額があるケースはどうだとか、ね、で、クルノベヘッジ損益があるケースはどうやとかなるわけだよね、まずね。で、さらにこうやって分かれていくわけだよね、枝から。じゃあ親会社にしかねえ場合と、親会社と子会社がね、ある場合と、ね、持ち分法も絡む場合とか、いろいろ出るわけだよね。絡めようと思ったら、ね、で、枝からどん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 こうやって分かれてくるんだけども、今日のやつはまあこの辺にあるわけだよね。はい、したがってこういう時の勉強の仕方はね、こういうふうにやってほしい。この離れてるところを一生懸命やったって分かんないから、分かんないから。だからこういった離れてる論点が出てきた時は一旦こっちと戻って、一旦これ勉強した後に一旦戻って、ね、戻った後に比較をするって形でやるんですよ。だから戻るレジュメは最初に言っときますけど、配って確かね、会計事情の確か最後に配ったやつ。あるよね。事業分離とね、興味なくていいですよ。で、近いって書いてほしいんだけど、事業分離と、企業結合の比較がありましたね。あれ、あれに戻ってほしいってね。今日の解説法を聞いたら。ね。それが基本形なんで。それが基本形なんでね。はい。したがって、今日解説する論点は基本的にはできなくても合否には支障ないです。はっきり言って、ね、だってみんなできないんですよ。自分もできなくてもいいというところなんだけども、ここはできなくてもいいんだけども、ここはできますから。みんなレジュメレベルのここはできますから、ちゃんと受かるレベルの人間は、ね、はい。だからここをやった時にはね、ここで躍起になって時間使うのもう1週間しかないからもったいないから、こっちと戻ってあげて、ここは完璧にするぞっていう形で勉強するんですよ。ここでいいよね。はい。だから今日みたいな形でまた出てくるのかって出てきませんから、ね、かなり遠く離れたところの一部のところだ実は、ね、はい。ということでね、意識は持っててください。じゃあね、早速見ていきますけど、またね、3枚目の方で、見ていきます。